第13総攻的弾兵士団は、ドイツ連邦陸軍の士団の一つ。1990年に設立した新しい士団で、安定化部隊に指定されている。ザクセン州ライプツヒに、士団司令部を置き、士団の部隊は主に、ザクセン州、ブランデンブルク州、ヘッセン州、チューリンゲン州及び、メクレンブルクイコールフォアポンメルニ州に駐屯している。師団は、 連邦政府及び多国籍連合による同盟国地域防衛任務を全うするため計画、指導のもと運用される。師団は安定化師団として北大西洋条約機構及び欧州連合の枠組みの下で紛争予防と平和安定化を目的とする先導師団としての任務に就く。師団はその任務に対応した部隊を定期的に配備している。 師団は諸兵か連合作戦を先導するため、霊下部隊は兵力と兵舘を備え、これに適した訓練を継続的に実施し任務遂行能力を維持している。近年は組織的軍事力に対して行われる古典的、高烈度紛争に最適化した教育訓練の焦点を移しつつある。所属のみ1990年。 ドイツ再統一により、ドイツ民主共和国国家人民軍の解体が始まり、ドイツ連邦陸軍では、旧地上軍将兵の受け皿として、新たな師団の設置を決定する。本師団はかつてライプツヒに司令部を置いた、国家人民軍地上軍第3軍管区の霊下に、あった第4位自動車滑走撃兵士団、第11自動車滑走撃兵士団、 第7装甲師団の参考師団を元として編成された。1991年に新軍管区として第7防衛管区司令部が設定され、その後第7防衛管区司令部、師団に集約された。1995年に第7防衛管区司令部、第13装甲的弾兵師団に改称される。共同防衛旅団は改編され、師団霊下の旅団は、 それぞれ、第37装甲的弾兵両団、第38装甲的弾兵両団、第39装甲両団に解消される。1996年に、第39装甲両団は、第4防衛管区司令部、第5装甲士団に配点される。1997年には、第42装甲的弾兵両団が、第14装甲的弾兵士団から編入する。 2001年に防衛管区司令部と分離し、第13総攻的弾兵士団に改称、改変される。2002年3月には、上級部隊である第4軍団が解散され、陸軍式司令部の霊下に収まる。2002年に、第13砲兵連隊及び第42総攻旅団が改変され、2003年に第70式支援連隊の霊下部隊が配点される。 2003年に第38総行的弾兵旅団は解散する。2007年に第14総行的弾兵士団から第41総行的弾兵旅団が編入され、第37両兵旅団は第14総行的弾兵士団の残余部隊を統合、再編成し、第37総行的弾兵旅団となる。第13総行偵察大隊も、 再編成の対象となり、第370及び、第390装甲偵察中隊を解散、合併し、新たに、第13偵察大隊として、第37装甲的弾兵旅団に配点される。1996年に、ボスニアヘルツェゴビナの IFOR に参加する。1997年には、オーデル側の洪水に出動する。 1998年には第2次 SFOR に参加し、2001年から2002年までのバルカン半島での任務に従事する。2006年に第11次アイス、ドイツ派遣部隊に参加する。国内では2002年にエルベガーの洪水に出動している。師団はアメリカ合衆国陸軍の第一不評師団を呼び、 ジャガンに駐屯するポーランド陸軍第11機攻撃兵士団と提携関係を結んでいる。ありがとうございます。